これからシナヒイラギについてお話します。このシナヒイラギは、別名クリスマスホーリーとも呼ばれています。次に花はですね、初夏に真っ白い花を咲かせます。また大きさですが、通常は3メートルぐらいのものが多いんですが、中には5メートルぐらいまで成長するシナヒイラギもあります。次に特徴はですね、秋になると、赤い実をたくさんつけます。また、常緑樹と落葉樹に分けますと常緑樹の仲間になります。次に成長が早いか遅いかを分けますとやや遅い仲間になります。剪定の強さですが、この、シナヒイラギは、強い剪定に耐えることができます。それを踏まえまして剪定のポイントですが、通常は、成長がやや遅いというのもありまして、1年に50センチぐらい枝を伸ばした場合はですね、その伸びた部分を切り戻して形を整えることがポイントとなります。料金は高さが2メートルで3000円からとなります。